中井先生がお昼ご飯を食べようとしています。はい、こんにちは、中井です。今日の献立はお昼チェックですか。はい、今日はまずお味噌汁ですね。はい、あ、今必死にお味噌溶いていた。そうそう、味噌溶いてたやつですね。で、一つはポテトサラダで、もう一つこれが、切り干し大根です。で、ちくわと揚げも入ってます。で、あとこれが僕の好きなちくわの磯辺揚げと、あとブロッコリーをちょこちょこっと間を埋めるために入れて、ご飯は普通に玄米です。で、納豆です。ヘルシーですね。大体僕いつもこんな感じです。毎朝作ってるぜ。毎朝自分で作ってるぜ。ありがとうございました。はい、午後も頑張ります。